マコーレーカルキンマコーレーカルキンは、アメリカ合衆国の俳優。七人兄弟の次男で、弟に、同じく俳優のキーラン・カルキン、ロリー・カルキンらがいる。父親は、舞台俳優キット・カルキン、おばに、女優のボニー・ベデリアがいる。身長167.6センチメートル、体重146ポンズ。4歳から、YMCA のダンススクールでバレエを習い、 アメリカンバレースクールに進む。ニューヨークのシティバレー団で、くるみ割り人形などの舞台に立つ。1987年に映画デビュー。1990年に出演した、ホームアローンが世界中で大ヒットとなり、世界一有名な子役となる。1991年に主演した、マイガールも大ヒットし、1992年には続編である。 ホームアローン2に出演。前作と同様に世界中で大ヒットとなった。この時にギャラが前作の10万ドルから450万ドルまで跳ね上がりドル箱子役としてもてはやされた。その後もギャラは高騰し続け、1993年に出演したゲッティングイーブンと1994年に出演したリッチーリッチでは、 子役としては破格の800万ドルのギャラが支払われた。しかし、マコーレイの非常識な要求などで、1994年後半には、オファーが減少してしまう。さらに1995年に両親が別れ、マコーレイが稼いだ1700万ドルをめぐって、裁判を起こした。裁判は、泥沼化し、1996年にマコーレイは、 父と母が裁判に決着をつけるまで自分は、どの作品にも出演しないと、俳優活動の休業を発表した。ホームアローンの監督である、クリス・コロンバスは、この騒動について、どちらがこの子を育てたいかで争うならわかる。でも、この二人は、どちらがこの子の稼ぎを取り続けるのかで争っている。自分が、子供の立場だったら、とても悲しいだろうとコメントした。 一連のトラブルの影響で重大なカバにして、重度のアルコール依存症となり、日中、酒瓶を片手に街路を徘徊する様子が報道された。1997年2月、裁判所が、魔法霊の稼いだお金は、家族ではなく魔法霊の会計士が管理するようにと、明治、同年の4月にマネージャーを務めていた父親がすべてを放棄する形で裁判は終了した。 マコーレイは18歳まで、この裁判で争われた、自身の稼いだ金額を知らず、その莫大な額に、辛いことばかりだったけど、これまでの成果を見たような気持ちになり、すごく嬉しくなったとコメントしている。その後、この両親の裁判をきっかけに役者を引退することを、決意し、普通の学生生活を送りたいと子役のために、設立された高校に入学し、 そこで、同い年の女優のレイチェル・マイナーと出会い交際に発展。学校を中退して1998年4月に17歳という若さでレイチェルとの婚約を発表し、2ヶ月後に結婚したが、2000年に離婚した。1998年に発表されたソニック・ユースのサンデーのプロモーションビデオに出演する。ビデオの監督はハーモニー・リコリン。 舞台には時々出演していたが、2003年のパーティーモンスターで俳優活動を再開した。2004年9月17日規制薬物とマリファナ所持で逮捕。その後、俳優業へ復帰。2012年、あまりの激安せぶりから重度のヘロイン中毒で余命半年だと報じられたことが話題になる。この後も何度か死亡したとのニュースが、 ネット上に流れており、2014年11月8日には、大手メディアである MSNBC のウェブサイトを、連想させる msnbc.website.com というアドレスから不法が流されたが、彼の所属するバンドの関係者によって否定されている。2012年2月に、ピザ・アンダーグラウンドというベルベット・アンダーグラウンドや、ルーリードのカバーバンドが結成され、2013年12月に、 デモ音源が公開された。ピザ・アンダーグラウンドは、ベルベット・アンダーグラウンドとルー・リードの楽曲をカバーする際には、歌詞には必ず、ピザについて歌うというコンセプトのバンドである。ピザ・アンダーグラウンドは2016年に解散。2016年頃より、俳優活動を再開。チェンジランドの撮影に参加していることが2018年に報じられた。 2018年のクリスマスには、Google アシスタントのコマーシャルフィルムに出演し、ホームアローンのケビンを26年ぶりに再演し、大きな話題となった。2018年11月に、トーク番組にて、ミドルネームのカーソの解明する意向を示し、12月に、自身のウェブサイトにて、新たなミドルネームのファン投票を行った。5つの候補の中から、マコーレーカルキンが選ばれ、 2019年内に、マコーレーマコーレーカルキンカルキンに正式に改名予定である。2019年8月、ディズニーが、ホームアローンのリメイク作品の制作発表を行ったことを受けて、ツイッターで主人公の少年の現在の姿として、自身の写真を公開した。2021年4月5日、交際中のブレンダソングとの間に第一子となる、息子が生まれ、 2008年に亡くなったカルキンの姉にちなみダコタと名付けられた。1991年マイケル・ジャクソンの曲ブラック・ア・ホワイトのショートフィルムに登場するなどジャクソンと交友があった。マイケルが魔法霊に性的虐待の噂が憶測でメディアに出ることになる。2005年のマイケル・ジャクソン裁判では法廷に呼ばれ、ジャクソンとベッドで一緒に寝たことに性的な意味合いは 一切ないと否定した。カルキンのこの主張は、ジャクソンの一連の容疑を晴らすことに貢献し、ジャクソンは無罪となり釈放された。ジャクソンの娘のパリス・ジャクソンとは、今でも交流がある。1991年。ありがとうございます。